缶入りの黒松刺し、黒松イサゴシは台湾の炭酸飲料である。1950年発売。台湾の大手飲料メーカー、黒松工事の看板商品であり、サルサパリラというサルトリーバラ科の植物の根から抽出されたエキスをベースにした炭酸飲料である。ハーブを用いる飲料としてはルートビアやドクターペッパーに近い。メントールに似た独特な発火臭が特徴。 台湾では通常のタイプのほか、カシオタイプも売られている。台湾では台湾コーラとして親しまれ、コーラと同等に飲まれている。姉妹品に黒松汽水という炭酸飲料もある。一時キャンペーン期間中にはアニメキャラクターが印刷されている感もあった。確認されているものにドラえもんや鈴宮春日、パワーアップアフガールズなどの外国のキャラクターが印刷されていた。 AB 日本ハムの日台湾飲料大手のイメージキャラにフォーカス台湾 http コロンスラッシュスラッシュジャパンドットシーナテイラー・ワッツニュースアート2013億509万サンアスプックス2013年12月2日閲覧。ありがとうございます